こんにちは。気になる男。今回は、精死についてちょっと語ってみようかなと思いますね。えー、まずね、挑戦というキーワードを使ってみましょうか。まあ、私にとって挑戦とは、最初から99%のロスを受け入れることなんですよね。多くの方が、一つの物事に挑戦するときに、これを成功させようと思うでしょう。でも、結果振り返ってみたらどうですかね進学にしても、恋愛にしても、それから就職にしてもね。ここで行くんだつって、今、どうですか 転職されたんじゃないですか。その選んだ職場、不満があるんじゃないですか。選んだその人にいろいろとわだかまってませんか。まあ、つまり、ロスなんですよ。で、ビジネスもそうで、まあ、世の中にはね、転売ですとか、投資、FX、株式、アフィリエイト、うん、様々な、あの、塾があると思います。YouTube もその一つです。でも、やることなすことうまくいかないって感じてないですか。まあ、それはね、一つの、 まあ自分なりの成功モデルを求めるため、旅立つためのロスなんですよ。必要ロスなんですよ。失敗資産って言うじゃないですか。あ、自分はこれには向いてなかったなって気づけることとか、あ、自分にはやり遂げるだけの根性や体力がなかったなとか、周りの環境がこれをすると反対するっていうことがわかるっていうこと。これがね、まあロスなんですよ。ただし、放っておけばロスです。じゃあそのロスをどのようにプラスに変えていくかってことがわかれば、そのロスは 失敗資産になるわけなんですよね。単なる失敗ではなくて、失敗を資産にするってことです。で、今回ですね、いつものように動画ではなくて音声でお届けしてるのは、まあ今回はね、私の耳に、あの私の話に耳を傾けて、心に留めてほしいからなんですよ。そのために動画がない方がもしかしていいんじゃないかなと思いまして、今回はそのようなアプローチになってます。で、挑戦の話に戻りますけども、まあやる前に当たり前なんですけどね、やる前に結果なんて保証されてないでしょ。 全てのことがどうななるか分かんないんいですよ。それこそ成功率0%のものに自分の見立てが悪かったがゆえに成功するんじゃないかなと思って挑戦するそんなこともあると思うんですよ今までどんなことをやってきたかそしてどれだけ諦めてきたか多分100トライ100ロスだったと思うんですよだからこそまた新しい手がかりを探してると思うんですよね成功とか安定ってものにたどり着いていたらそもそも 新しいものを模索してないと思うんですよ。今ある足場がいつまで続くかわからない。だから新しいものを探していくんじゃないですか。YouTube で稼ぐっていう経験を私はしました。もしかしてこの動画をご覧になっている方もしているかもしれません。自分が稼げた。だから YouTube には可能性があるっていうふうに人に勧めるでしょう。自分には、まあ、一瞬にしても実績があるからですよ。でも YouTube で稼げるってことが、 体験としても分かってる。客観的証拠としても多くの人が認識してる。でもやっぱり躊躇しますよね。YouTube で稼ぐ道に来ない人。興味は持つけども自分の塾に入らない人。もっと言ったら入塾したのに結果に結びつかない人っているんですよ。ね。だからどんなことに挑戦してもね、成功しない恐れがあるんですよ。もっと言ったらこの世の中ってのは机上の空論では済みません。 100点満点を取ったのに不合格っていうふうなことが突きつけられることは当たり前にあるんですよ。何の落ち度もないけれどもでもダメってことなんですよ。まあ100トライして1発か2発当たれば奇跡ってやつじゃないですか。100トライしてね。でも多くの方は100トライどころか3回か4回何かいろんなものをやってみてああダメだったってなるんですよ。まあ諦めるのが早いっていうよりもこれは自滅の部類ですよね。 あの、私はね、こう思うんですよ。挑戦して挑戦して挑戦してやったことのほとんどが不発。そしてこれからやろうとすることのほとんどが不発。これをもうね、最初に覚悟してるんですよ。だからこそ手数をもっと増やさないといけないし、いけると思ったら不確定要素があっても突っ込んでいかなくちゃいけない。えそして、何をやれば成功するのかじゃなくて、自分がどうやれば成功するのかっていうモデルを作ろうとしてるわけなんですよ。そして自分一人が成功すれば、まずは OK。そして、 うまくいきだしたらでできればね、ね。他のの人にももその成功をたたらしたいななと思って、最大限アウトトプッすするわけなんですよ、ね、このアウトプットも成功して後出しでほらうまくいきましたっていうものもあればやる前からどうなるかわかんないけどもうまくいったらまあ見てくださいとうまくいかなくなったら笑ってくださいみたいなねちなみに私の FX オリガルヒっていうのは今でこそ高いレベルの塾になりましたけども6年前にスタートした時は1年間1回も勝てないトレードを放送しましたからね で私の解説もしぞろもどろで要点を得ないし、まあ、視聴者さんはどんどん離れていきましたよねその頃のやっぱり私のアウトプットの精度が悪かったからですあとは時代背景的に暗号通貨仮想通貨がブームだったってこともあって FX をコツコツやることに多くの人は魅力を感じなかったんですよでも私は逆張りしたんですよ暗号通貨は単,単に楽に稼げる方法かもしれないけどもでも足場を築くことにはなんない,な,んな,いなと思ったんですよ やっぱ投資の基本は全て基礎学力基礎知識を身につけることとテクニカルを身につけることこれは当たり前なことだと思うんですよ数学で言ったら公式を覚えたりとかね練習問題をたくさんやったりってことだと思うんですよですんで一発逆転右か左か超か半かみたいな暗号通貨を大事にするんではなくてそれはあくまでもプラスアルファで当たればいいなみたいなねギャンブルとして参加する部分が多かったです でも今 FX は完全に自分のものとなり投資になりましたかなり投資のいいああ口のいい投資ですで暗号通貨はどちらかというとギャンブルのように始めたんですけども今は自分なりの理論が構築できて、えー、その正解は、うん、手を出さないってことになりましたねでもこれで一発逆転できると思って当時巨万の富を投じた人それを求めて暗号通貨を買った人ってすべからく資産を失ってると思うんですよ ここでも私の逆張りが成功したんじゃないかなと思います。熱狂したものに巻き込まれずに、その裏で人が見放したものを熱心にやるっていうことです。で、今はいろんな投資やビジネスで失敗した人が、やっぱり FX かなっていうふうに振り向いたときに、私は FX の今あ、基礎をしっかりと提供する塾をやってるわけなんですよね。で、AI アートもね、同じなんですよ。NFT も同じです。誰かが成功します。何かはうまくいきます。 しかし自分がその成功に預かれるかどうか分かりません。とりあえずはその世界に飛び込んでいないといけないんですよ。で、YouTube の話に戻ると、たまたま YouTube で自分は当たったけども、それがね、永続的に当たり続けるかどうかはまだ分かんないじゃないですか。3年後はどんな YouTuber になっていると思います ?5 年後はどんな収穫を得ようと思って今日スタートしているか。今日ばらまいた100、200の種のうち、 3年後に咲くものって1つか2つじゃないかってことを確保してるかどうかなんですよ。当たる確証なんてないんですよね。でも、結局、手の中にあるカードから挑戦するしかないですよね。まあそういった意識ですよね。やることが当たるかどうかわからないけども、でも当てるために、まだ前例のない成功例を自分で作ろうとしてるんですよ。だからどっかにうまくいく例がないかなっていうふうに探す時間なんてないですよ。 それこそ検索する暇があったら自分でトライエラーを繰り返す。それしかないと思います。そういうふうな日々だと思います。で、しかもそれが YouTube に限ったことではなくて別の分野でもです。でもどんな分野をやろうと、その記録を YouTube に残すってことをやれば、少なくともね、YouTube は伸びていくんじゃないかなと思ってますね。 はい、えー、それでですねちょっとここから別のマインドセットなんですけども私の、まあ、根底にある考え方これはねすぐに伝わらないかもしれませんけどもその速化塾の中でその精神だけを鍛えるね、えー、マスターマインドコースっていうのがありましてこちらの方は120万で提供していたんですけどもあの8人の方が参加してくれたんですよね。 で、非常に厳しい222日につながる塾だったんですけども、他のことすべて諦めてもらってやってもらいました。まあ、最大で成績出した人が、あ月収1000万を突破する人がその中で生まれたんですよ。で、それから、あ月収100万っていうのはね、えー、ほとんどの人が達成したってことになります。8人参加してこの打率っていうのはなかなか良かったなと思いますけども、でも、今の今までその人たちが稼ぎ続けていられてるかどうかっていうのは、これちょっとね、謎なんですよ。というのがね、やっぱりね、 稼げるようになると、そもそも私の必要がなくなってくるんで、独立するんですよね。独立すると、アウトプットの場所が必ずしも YouTube じゃなくなってくるんですよ。自分のクローズだなグループを作って、その中でやり取りする人も出てきますし、残念ながら、稼げる力を別の方向に使ってね、転落する人もいるんですよ。まあ、あの、今ね、こうして、この動画を見ている方の中に、マスターマインドコースに参加した方がいるとすれば、 連絡いいいいいいいたただきんんでででですすすけどももななとすれば多分もううまくっっててしょそののぐら一一瞬瞬成功が一瞬で終わるかとってあるあよやっぱりね今 YouTube で食ってますけども YouTube で稼いでますけどもじゃあ数年後も YouTube でそうやって暮らしてる図が浮かぶかなと YouTube を離れてるかもしれないなその離れてる場合は今日始めたうちの挑戦の何かが身になってそっちに移ってるかなとさまざま想像してもらいたいと思うんですよね。 そして攻撃を受けた場合です。他者からの攻撃を受けた場合、やっぱりね、一人では転落しないぞ、ぐらいの気持ちで食らいついてもらいたいと思います。で、もし転落することがあったら、もう誰かを道連れにするぐらいのね、そのエネルギーがなければ、うん、やっぱり表情がね、あの、まずは、あの、戦闘意欲に満ちたものにはならないと思いますし、まあ、意識がね、こう精神力が低ければ、やっぱいろんなことにくじけますよ。敵が山ほどいますから、とりあえず家族ですよ。 家族は稼いでる人の気持ちなんんかかりませんから。どれだけ暇にどれだけ楽に暮らそうかと思ってるだけなんですよどれだけお金を使おうかそのために稼ぎが少ない人をまあ同情したりバカにしたりしますからね自分が足を引っ張らなければいいだけなのにもしくは自分が稼ぎに力を稼げば稼せばいいだけなのにそれはしてこないですからですんでこれはねあの好きと愛するの違いぐらい大きな差を持って私たちが取り組まなくてはいけないんですよ どういうことかっていうと、例えばね、花が好きな人って花を取ってくるんですよ。摘んでくるんですよ。蒸しってくるんですよ。花はどうなるかっていうと、長生きしませんよね。これが好きっていう感情です。おそらく、稼いでるお父さんに対して、その稼ぎに依存してる家族はそういう思いかもしれないですよ。じゃあ、愛するってどういうことかっていうと、花が大好きで花を愛してる人は花を取ってきません。花に水をあげるんですよ。そしてその花が、 少しででも長生きできるような環境を作りますいい土を持ってきたりね肥料を与えてみたりとか日光を当ててみたり逆に遮ってみたりものすごく細かくメンテナンスするんですよ。この花が好きな人と花を愛する人が一つの嫌の人に暮らすわけですからやっぱり何か起きないわけないですよね。まあお互いに反相反することをしてるわけですから。でそしてね勝負をした時って徹底的に負けて 手も足も出ないことってあると思うんですよね、そういう時に手も足も出ないしどうにもなんないけどもせめてね睨み返すぐらいのことをしていかないと精神では負けないぜみたいな気持ちですよねまあこういうことばっかり言うとね精神論かって言われますけども今回精神論で、ね、語ってますんでね、うん、で前回いただいたメールの中でなんていうんですかね多くの人がぼーっと過ごしてるとしか私には思えないってことを言いましたけどもこれ本当そうなんですよ で、自分の欲望ぐらいね自分の力で叶えられなくってどうするんだと思いますしそれがね表情に表れてるんですよまあ平和主義という名の無関心主義といいますか,だから戦う力がね全然こう表情にみなぎってないんですよねでそれが拳に宿り足に宿り全身全霊に宿ってるんですよでそういうふうな意欲でねくすぶっていて何が楽しいのかなと思っちゃうんですよ 自分の欲望すら達成できないもしくは自分の欲望のレベルを落として人それぞれだって言ってごまかしているいやごまかしてるんですよまさにうん少なくともねその世の中に溢れている欲望とか物欲ってものがあったとして個人的に関心がないのはいいですけどもそこに関心がたまたま出た時にそれを叶える力があるかどうか力があって関心がないのはいいんですよ力もないし関心もないまあそういう人がね いるのはしょうがないことなんですけども、俺はそうはならないぜって気持ちですかね。で、ロスジェネって言われて、久しいわけなんですよ。もう20年から30年ぐらいになります。ロスジェネというふうな名前がついてね。ロスジェネレーション。なんとも、まあ、ふざけたネーミングだと思いますけども、私の世代だけでも、同じ年齢だけでも400万人のロスジェネがいると言われています。でも、この400万人のロスジェネが全員一丸となったら、できないことってないと思うんですよ。 ででもなんでロスデネ400万が同じ悩みを抱えているのにそれぞれの苦しみにあえいでいるかっていうとこれね答えにはならないかもしれませんけどもそれぞれ一人一人が保身してるからなんですよね個別の保身をやっぱ大事にしてやってるからなんじゃないかなと思うんですよだからそういうのをやめてですねかなぐり捨てて一致団結で同じ方向に物事を動かしてみたらどうかなと思うんですよで私たちロスデネ世代っていうのは 前の世代の大人たちが欲望を叶え続けてきたのを誰よりも見てきた世代ですよ。ね、私の幼い頃は周囲で新築の家がどんどん建ってきました。プレハブとかねモルタルの粗末な家が全部自分のお金で自分のローンでお父さんが仕事を頑張りお母さんがそれを家事で支えて家を手にし車を手にし子供たちを少しでも高いレベルの学校に進学させるために塾の費用を払って っていうこととををやってそれをねまあ、まざざま実現した世代ですよ高度経済成長いざなぎ景気それからバブルまあ最後にはバブル崩壊しましたけどねこれは手札を長く持ちすぎたからなんですよ欲をかきすぎて自分の分層の手札を持ってそれを手放さなかった人が崩壊しちゃったんですよねいわゆる馬場を押し付けられた状態ですで同じような時代にこれは褒められたことではないんですけども私の世代ではね暴走族が結構流行ったんですよ で、暴走族は褒められたことではないんですけども、ただ私が一つ学んだことがあります。それはですね、暴走族の100人中100人が獣のような戦う闘争心が持っていて、それぞれが一人でもやっていける子であり、全体を代表する全体だったんですよね。でもこの意識はもう今ないでしょうね。どっかの組織に属していても、誰かがピンチだからって言ってね、じゃあ、ワン・フォー・ア・オール、オール・フォアワー・ア・ワンするかっしないし、 まあ一人一人が高い戦闘力を持ってことに挑もうとしてるわけではないですし差し支えるつもりでことに当たればうまくいかないことってないと思うんですよ。まあ、けど全体主義といいますかなんとなく主義というか何、まあ、か諦めとかねそこまでして成功したくねえよとかね人の人生それぞれだよみたいなことでごまかしちゃってるのかなと確かにそれぞれだけどもそれぞれと言えるほどのことをしてるのかなと。 その一つのきっかけといいますかね指標がまあ今の時代月収100万を1人でやることぐらいはそんな難しくないよっていうことなんですよ。でこれが分かればそこを目指すそして実現すると思うんですけどもでもまだ月収100万を達成したことない人にとってみたらそれは難しい理解できないことだと思うんですよね。だからこそなんですよ。納得できないからこそその中に答えがあるんですよ。 納得できることばかりをやってきてその結果今日はどうでしたかってことなんですよ。結果は分からねえ。科学的にも納得できない。だけどその中に黄金の網田くじがあるんですよね。で何回外れても私は引き続きますよ。そういう意味で言うとその網田くじを引いては捨てて引いては捨てて人生は短いくらいですけどもそれでも今やらなければますます残りの選択肢は 世話ってし行くんではないかなと思いますねということで他の方も言っておられますけども金を稼ぐためには一生懸命仕事をするっていうねまさに一生懸命仕事をしてますかってことですよねこれ逆説的ですけども思うような対価が得れてないってことはそれは社会から見て一生懸命やってないですよっていう風に突きつけられてるということだと思いますいや頑張ってるのに結果が出ないよっていうのはこれはね単なる責任逃れ責任転嫁でしかないんですよ 結果の言い訳をする暇はないんですよ。まあ、今回は以上ですかね。はい、じゃあ気になる男、もうちょっと深いところまで語っていこうかと思いましたけども、今日のところはこの辺にしときましょう。それじゃあ。